お、早い、高間さん、おはようございます。おはようございます。こんばんは。はい。ソニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜の25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしをコンセプトに番組をスタートしています。MC は私トニーとミキサーのマナミンさん2人でやっていきます。この番組は FM ギノワの収録放送となっております。ツイキャスや YouTube などで配信をお楽しみいただけます。リアルタイムではご家庭のラジオや車のラジオにてお楽しみください。公式インスタここにはアンダーバー527にてリクエストやメッセージをお待ちしております。FM ギノワのメールアドレス797@fmginowa.com にて件名箱にあと添えてメッセージを送ってください。ご自身のお好きな場所でドリンクとフードをお楽しみながら約25分間お付き合いください。はい、始まりました。お願いします。お願いします。はい、はい、そう、今日なんかスタジオじゃない、収録スタジオがわちゃわちゃしてます。わちゃわちゃしてます。はい。はい。じゃあ、紹介しますね。今日は、ね、なんと、名古屋から二人飛んできました。はい。はい。写真家、カメラマンの、すずさん。はい。と、同じ癒し空間、キラノさん、ゆりさんです。こんにちは。こんばんはですね。こんばんはですね。この時間はこんばんはですね。そう。スーさん、いつから沖縄来ましたっけ？はい、16日から22までいるんですか？そうです、そうです。そう、はい、今この1週間の間沖縄をね、満喫しているスーさんなんですよ。で、たまたま撮影の日程調整が取れたので、ぜひスタジオに出てほしいということで、ありがとうございます。はい、いえいえ、こちらこそ。はい、普段この、うん、名古屋でどんな活動をされてるかお話聞いてもいいですか？名古屋でですか？はい、名古屋で何してますか？いろ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 やってますが、やってますが、メインはメインは、はい、カメラの仕事。おお、カメラの仕事と同時に私という職業をしておりまして。あ、そうですよね、そうでしたね。あとはラジオのパーソナリティ、そう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 、ちょっと違う曲のね。そうですね、そうですね、あれですよね、夢の種。そうですよ、ね、で、8年でしたっけ。そうですね、そう、8年間パーソナリティをされてる、はい、いろんな方面から活躍されてるすずさんです。はい。はい、ありがとうございます。そう、いつ、あ、その、うん、さっきカメラで仕事されてるって言ってたじゃないですか。うんうん、はいはい、いつ頃からされました？本格的にっていうのは、うん、ここ1、2年ではあるんですが、ですが、もう写真を撮り始めたのはもう、最初はなんか趣味っていうか、自分のやっぱ趣味でカメラを撮ってて、はい、でそれをやっぱ楽しいって思ったから、ちょっと仕事にしてみたいなっていう感じで活動してる。はい、なるほど。でも、うん、そう、昨日、本当に昨日なんですけど、うん、ゆりさんと私、どうしても流装がやりたいと思って、ゆりさん流装しようって言って、それをたまたまね、すずさんに撮ってもらったんですよ。めっちゃ、そう、めっちゃすごくて、本当にもう見せたいんですけど、見せられない。見せられませんけど。そうなんですよ。そう。で、なんか、この、復習園に行ったんですよね、昨日。ね、復習園に行って、写真を撮ったんですけど、場所もよくって、そう、なんだっけ。気温だけがちょっと暑かったけど、うん、でもそれ以外はすごい楽しかったですね。うん、そうそうそう、うん、っていう感じで、そう、写真を撮ってもらうっていう、なんだろう、観光客ごっこをしました。私だけだと思うんですけど、観光客ごっこは、うん、そうそうそう、っていう感じです。うん、そう、カメラどうでした昨日ね。昨日暑かったけど、2人モデルになって一応、ね。最初
あれでしたよね、うん、まあ私も現地の人間じゃないので、うん、郵送したらっていう話からの話もあったけども、撮りながら着ながら着て撮るっていうね、あ確かにあれは着なくて正解だったかもしれないです、うんうんね、っていうね、うん、もうみんながなんか、ね、いい汗かきましたね、いい汗かきました。32度だったんですよ、ね、沖縄、ね、そうなんだ、うん、やばい見れなかった。それ天気良すぎで炎天下で3時間ぐらいね撮、うんうん、ってもらったから、うん、お散歩最後あの滝汗でしたよ。そうなんか流装が下着着て、うん、でその上からなんだろう着物、うん、着て、でその上からもう一回羽織りも着たんですけど、うん、そうめっちゃ暑かったですね。もうびしょびしょでした。いやでもねすごい素敵でしたね、うん、色綺麗でしたね。そう本当に、うん、なんかあれでなんだっけな沖縄あそう、うんうん、国際通りのこのちょうどど真ん中牧師公設市場の近くの流装屋さん、うん、着付け屋さんに行ったんですけど、そうそうあれです、5000円みたいな、うん、すごいですね。そう髪もねねしてくれてね、髪も綺麗にセットしてくれて、効能、うん、もね持たしてくれたし、ね、そう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 すごい楽しかったです、うん、スタジオも簡単なあの、うん、幕での、うん、あの、うん首里城があってその前で流装して撮れるようになってたんですよ、うん、それをあそう、ね、私たちが、まあ、適当に立ってもプロのすずちゃんが撮ってくれるからそうそうそう素敵にね撮ってもらえたね昨日ね。そうめっちゃ楽しかったです。で副主演はトニーがね、いいよって言ってたから、あ、 そうそうそうあっちめっちゃ良くて、うん、そこの緑と流装がまた良かったよね。なんか外人さんに声かけられました。あ写真撮って、ね、そう本当にモデルさんになってましたから、うん、二人がね、そうそう、そう楽しかったです。あ。ね、綺麗でした。そう、今朝は今朝でね、私たちは実は5時起きして、この2人はね、今日5時起きで、7時から波の上宮のところのビーチで、うん、あの水泳をされてる方が、うん、あのぜひ撮ってほしいってことで、すずちゃんカメラマンさんが30分泳ぎを撮ってきたんですよね。そうね、これも良かったよね、今日ね。実は満月だったでしょ、昨日ね。あ、確かに昨日満月でした。うん、でスーパームーンだったんですよ、うん、そうだからその大きい満月が、うん、あの西にの海に沈んでいくところからの朝日が上がって、うん、あそっか7時から30分、うん、あのモデルさんが泳ぐみたいな、うん、あよかったねあれもね、うん、あのそうですね泳いでるスイマーさんも、うん、あのなんだろう、ね、年齢にあの見えない若さっていうんですか、うんうん、そうあの YouTube もされてる方なんですけど、うん、もう超綺麗で、うん、超、うん、美しい方なんですよ、うん、そうっていう方だったんですよ。だからそれをそうそうあのすずさんが綺麗に収めてくれて、うん、そうそうそう。あの私たちはさどうしてもほら、うん、そういう月とか海とか、うん、社とか、うん、そういうところを撮りたくなっちゃうんですよ、うん、でもプロのカメラマンさんは違うよね、うん、どこをこうポイントに撮ってるのああいう美しく撮れる確かに昨日のやつとかさ確かに瞬間残さなかったですよね、うんうんうん、ちょっと待ってみたいな、うん場所とかね。でもそう、でも人違うよね。撮り方が全然違うよね。確かに違う。なんて言うんだろう。例えばさ、私とかだと目がいいとか言われて、そうそうそうってそこってなるんですけど、どうやってそういうポイントを当てていくの？いや、もう、うん、シャッターとかこう、みんな覗いた時に映ってくるその被写体。なあ、光とか、そういう。ああ、でもやっぱ感覚ですよね、多分。そうですよね。これね、あの、すずちゃんが撮るね、人って、うん、もう本当に優しく笑ってたりとか、楽しそうな雰囲気とか、すごい素敵なの。うん、でもこれは、多分私たちが、トニーと私が同じ撮ったら出ない感覚なんですよ。すごい素敵だよね。うん、そう。
でもやっぱそれって人それぞれ感覚って違うから、うん、そうそうそう、なんか面白おかしくっていう軸で撮る人がいるかもしれないし、うん、本当に楽しそうなものを撮りたいっていう軸で撮ってる人がいるかもしれないっていう感じ。すーちゃんどういう感じなの？そこはどういうスタンスで撮っているの？私はね、確かにその喜怒哀楽ももちろんそうなんですけど、うんうん、って感じ。何それ言葉にならんかったね今。ウケる。でもあ、多分すずさんの中で今だっていうチャンスがあるんでしょうね。そうだね、きっとね。なるほどね、うん、これを体験してもらった感じじゃあね。そうですね、ぜひぜひ。今この一瞬逃したくない、今この一瞬っていう感じ。あー、やっぱでもありますもんね。なんだろう、写真でしか伝わらない、うん、そのね、躍動感とか良さとか ね、あるよね、うん。今ほらデジタル多いけど、私は昨日撮ってもらったのすーちゃんの写真は、うん、ぜひプリントして額とかに入れたいなっていう思う写真。うん、そっち、うん。めっちゃわかる。あ、わかります。そうですね。そうだったね。うん、嬉しい。うん、そろそろ中盤、うん、中盤かな、うん、中盤なので曲、はい、1曲お届けしていきたいと思います、うん、今日はすずさんのリクエストですね、うん、はい、曲にお願いしていいですか、ハピネスですね、はい、ハピネス、アイムハピネスです、どうぞ。めっちゃさっきから時間がわからんと思って。私も今日時間を出せるものが今ちょっとなくて。あ、なるほど。曲をかけ終わったら出せます。あ、わかりました、はい。でもいい感じだったね。そう、ちなみに今一応11分くらい。あと半分。曲終わったら半分。いい感じじゃん。なんか写真がさ、こう映せないっていうのがこうどう表現したらいいのか。あーね。なんか。ね、見る場所。ツイキャスぐらいだったらね、見せれるけどね。これは難しいな、言葉で表すのが、あとね、うん。難しいな。難しいね。そうそうそう。これ1曲流すの？じゃなくて、1番目とか？そうそう、1番流して、で、後ろから、みたいな、流す。なんでこの曲にしたんですかって聞いてみよう。なんでこの曲にしたんですかって聞いてみよう。考えてね。めちゃぶり。今日はいいね、賑やかだからね。今日賑やか。賑やかだからいいな。そうね。そっか、まなみさんが使えないのか、マイクが。あ、そうそう。でもね、あの人数多いので、多分それぐらいがちょうどいいと思います。確かに。ワイワイして。そうそう。そういう日もあってもよしということで、ね。よしということで。誰もいないときは2人でいっぱい喋ってもらえる。確かに、すごい、カーブボーイさんと沖縄ドイツ、ありがとうございます。2番流れてる？あ、2番ですかね。ね、ちょっとじゃあ下げていきますね。ちょっとじゃあいきますね。はい、お届けした曲は愛さんのハピネスでした。なんでこの曲にしたんですか？めっちゃ無理な質問。あの、多分サビの部分ね。あ、そうそう。君が笑った。あ、これだ。そうそう、この世界中にもっともっと幸せが広がる。そう、ね、そうですね、うん、あ、このフレーズが好き、うん、お気に入り。そう、確かに、この世界は良くなるって。そう、確かに、もう笑いだけでそういう世界になるって素敵じゃない、うんうん、めっちゃいい。何もいらないんだよ、笑顔が。そう、確かに、みんながつながってね。確かに確かに、いいかもしれない、うん、はい、ということでした。歌詞のフレーズが好きだからでした。はい、うん、すごい。沖縄に来るの、ちなみに何回目ですか？うんうん、何回目？5回以内ではあると思いますが、うん、最終来たのが6年前かな。ああ。だから6年ぶりに来ました。すごい。うん、
すごい、なんか、だからまだまだ来たことがない場所とか、訪れた場所、ね、行ったことがないとこはいっぱいあるけど、うんうん、なるほど。じゃあ今、このすずさんが来た中で、お気に入りの場所ってありますか、うん、ここいいな、みたいな。よかったな、とか。どこだろう。待って。何思い出せ。フェーバー滝とか久高島行ったって話を昨日してたじゃないですか。そう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 。でも久高はね、良かったですよ。良かったですけど、土砂降りでしたね。土砂降りの日に久高に行ったそうです。はい、もう船が出る前から土砂降りだったんですが、行く行かないという。もうね、選択の時点からどうするっていう感じで行きました。確かにあれですもんね、沖縄に来たら行くしかないみたいな感じで行ったって言ってますね。そう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 、はい、そう、島に渡らせていただけるならいいでしょう。確かに、はい、あっちめちゃくちゃね新鮮な場所で、こんなんかなんだろう、先輩の時だったかな、なんかね、女の人しか入れない場所、多分先輩たちか久高島がこの女性しか入れない場所になってたらしくて、うん、そうそう、だからそれくらい神秘的で神聖な場所らしいですね、うん、そうそうそう、だから私も行きたいなと思って、うん、今度ゆりさんに背中に乗っていこうと思っていつも一緒だよみたいな、そうそうそう、あとは昨日行った浜比嘉、浜比嘉うん、あれでしたね。渡んなかったね。そうだね。うん、そっか。あそこ、花宝。花宝バンタ。うん、そう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 。花宝バンタ。あ、そうでしたね。花宝バンタ行くときに虹出てましたね。すっごい大きい虹が出てました。ね、素敵だったよね、あれね。そうだそうだ。あそこいいでしょ、うん、めっちゃ良かったですね、あっち。そう。あ、でも昨日、そう、その帰りにぬちまーす工場にね、うん、なんですけど、うん、初めてぬちまーす工場の説明聞きました。あんなって、あんなで一生作られるんですね。そうよ。ちょっと早く聞いてよ。すごかった。なんかもう、塩だらけの部屋みたいな。うん、あ、そうなんだ、うん。塩だらけの部屋があるんだ、みたいな。うん、でもなんかこの塩の検品、目視でやってるところで、なんか私はですよ、嫌だなって監視されてるじゃんみたいなってめっちゃ、そう、あの時感じちゃった。見学はね、それを上から見させていただくんでね。そう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 、なんか私はあの場所ちょっと恐怖です。なんかあのお兄さんはすごいなんか忍耐力が必要って言われるけど、絶対上見たらもう嫌だな、いや、もう無理だなって。今から入りますって言われるんですかね、あれね、見学。多分見学の時間も決まってるから。そうそうそう、ですよね。そうそう、そういう感じでした。そう、あ、ちなみに、まあ今これ今日撮ってて、その夜に今流そうと思ってるんですけど、そう、スーさんが22まで沖縄にいます、うん、で、もし、撮ってほしいみたいな人がいたら、スーさんにね、ぜひぜひぜひ、はい、連絡をお待ちしているんですけど、はい、後で、ツイキャスのコメントの方に、インスタグラムの方を貼りますね。プロフィールを、そうそう、貼ります、はい。ぜひ、ぜひ、お待ちしてます。はい、で、なぜ、スーさんがこちらに飛んできたかと、言うと、今週の日曜日、あさって、あさって、あさってじゃね、あさっての、10月20日に、まあ、この前、八時さんのラジオでもちょっと告知したんですけど、なんだっけ、あ、ザ・プレイス・日の丸っていう、マシキのレンタルスペースがあるんですけど、そこで、なんと、すずさんが出ます出ますそう。大人の文化祭。はい。大人の文化祭、はい、マレーシアミニに出展します。はい。で、私も出るし、ゆりさんも出ます。はい。はい。なので、なんか、ハロウィンだから仮装してきて、みたいな言われて。そう。ハロウィンだから仮装してきて、っていうことで、そうそう。っていうことで、仮装しながら出るので、もしよろしければ、仮装姿をね、ぜひ、ね、そう、ミニじゃない。すずさんに撮ってもらいに。あ、そうもあるね。そうです。そうだね。そう、撮ってもらいにぜひ来ていただけたらって思います。そう。ちょっと早い告知だな。そうそう。
そうですね。っていう感じですかね。そう、ゆりさんはだから白だら、白だら、ゆりさんは白だら、白だらね、で出ますね。出ます。の白だらで出ます。ね、でトニーちゃんは何で出るんですか。うん、ISD 個性心理学で出ます。はい、で鈴さんは、鈴さんは撮影で、はい、自分を売り込んだらいい日だったんですけど、ゆりさんはどうでした昨日。私良かったよ。あのね。何が良かったかというと、昨日虹を2回も見ちゃったんですよ。あ、確かに1回目は連想した時の副主演の中で噴水のところで見ましたと。確かにそうだ。また帰りの方で夕方になって、あのヌチマスのファクトリー行った時に大きい虹出たんだよね。大きい虹出てましたね。2回もね、1日に虹見ちゃうって結構な確率だなと思って。確かにそうですね、私にとってワクワクだったよ、よかった、昨日ね、なんか大きい月って言ったらちょっとスーパームーンって言おうか語彙力がないんだけど、そう、スーパームーンっていうこともあってすごい運気がね、良かった人が多いんじゃないでしょうか、っていう感じです。そして道潮の時だったもんね、あそこのね、東側の大きな橋渡った時ね。確かに確かに、満ちてたね、あの海がね、すごくね。なんかいつもゆりさんが行くと引いてることが多いらしいんですけど、昨日は満ちてました。すごい満ちてました。そう、素敵、満々と満ちてたね。ね、すごかったですね。ぜひ、あの沖縄の観光スポットになってるカフーバンタとヌチマスファクトリーと復讐園、はい、ぜひ行ってみてください。あと残り3分ございますが、何か宣伝しておきたいこととかありますか。あの自分の番組の話でもいいですよ、もしよければ全然いいですか。大丈夫です、はい、インターネット夢の種ラジオ、はい、という番組、あ、番組じゃ、ネットラジオで月曜日の朝6時から6時30分まで、すずちゃんのくるりんぱ、思いは未来を作るという番組をやっております。はい、もしよければ聞いてください。これどこでも聞けるんですよね、スマホで聞けるから。ただしその放送時間でしかない、あ、しか聞けない。ああ、なるほど。じゃあアーカイブが残らないって言ってましたもんね。そうです。そうです。次のゲストさんはがんサバイバーの方に、その喋り場、患者さん、がん患者の、なるほど、はい、方の喋る場を、共有の場を、なるほど、されてるという、方がゲストで来ておしゃべりしていただいたので、ぜひ、はい、そういう方結構多くいらっしゃるので、確かに、はい、喋っていただいてます。ぜひ聞いてみてください。はい、ちなみにゆりさん出てましたよね。出てたんですけど、今週の月曜日の6時だったんですよ。なるほど。だから終わってしまったんですけど。なるほど。ね、そうだったんです。どうでした？朝6時、起きるのが大変でした。聞いた？頑張りました。5時半にアラームかけて、起きる？スタンバってパソコンの前に。聞きました。ドキドキしてたけど、聞いたら、まあまあ大丈夫だったね。ちゃんと喋れてました。しっかりと。はい。よかった。嬉しい。そう、実は夢の種、沖縄にもスタジオがあるので、そうそうそう。まあ、ぜひ、聞いてみてください。ということで、ちょい早いけど。はい、じゃあ今週この辺で一回終わりたいと思います。はい、じゃあお相手はタニーと、はい、すずちゃんでした。一人忘れられてる、一人忘れられてる。ゆりさんでした。バイバーイ。あ、いい感じかもしれない。 OK です。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございます。これが今週分です。今日の夜流れる。あ、これすごいね。今日の夜流れる。これが1時。1時で。これまた夜だ。25時。